栃木の小麦の美味しい会議ラジオ麦わら帽子の会。こんにちは、広田美由紀です。この時間は国産小麦大使の私広田美由紀が毎日一つのテーマで栃木県産小麦の魅力をお伝えしています。水曜日は美味しい麺とうどん店、栃木県産の小麦にまつわる美味しい麺料理のお店をご紹介しています。今日はお隣群馬県は高崎市梅田屋の代表取締役梅島雅弘さんにお話を伺います。梅島さん、こんにちは。こんにちは。あの高崎のお店ということでね、高崎ふくふくうどん、はい、こちらも梅田屋さんでも出してらっしゃるんですか？そうですね、梅田屋にはあの高崎のふくふくうどんは5種類あるんですけど、はい、辛煮豚うどん、肉汁うどんが好評ですね。はい、あ、辛煮豚うどんってどういううどんですか？はいはい、豚肉は角煮を作り、はい、ネギ、ひき肉、かつ節等々を入れて、自家製粉の辛みを入れます、はい。とろみをちょっとつけて、卵を入れて、ちょっと煮た半熟にしたうどんです。そのタレでうどんをつけて食べます。うわー、美味しそうですね、はい。お店の場所はどちらでしょうか？はい、上信越自動車道、藤岡インターを降りまして、はい、高崎前橋方面に向かい、道なりに行きますと4キロぐらいのところに群馬の森があります。はい、群馬の森から300メートルぐらいのところに綿貫町南の信号があり、左に曲がってすぐ右側です。あ、その角に梅田屋の大きな看板があります。はい、じゃあもう看板を目指せばいいわけですね。はい、そうですね。はい、これからも美味しいおうどん作り続けてください。はい、どうもありがとうございました。栃木の小麦の美味しい会に、栃木県麦わら帽子の会。